皆さんこんにちは。川崎市立横浜推進協議会事務局長の柴原です。よろしくお願いします。筑波山地域は茨城県にあり、北から笠間市、桜川市、石岡市、筑波市、土浦市、霞ヶ浦市の6市で構成されています。本地域には日本百名山の一つである筑波山、湖の面積が国内第2位の霞ヶ浦、およびそれらを包み込むように関東平野が存在します。また本地域では石、土、水を基礎として真壁石や稲田石等の石材業、笠間焼等の窯業、豊富な水を活用した農業、醤油、酒等の醸造業を発展させていきました。このため本地域のテーマを関東平野に抱かれた山と湖、自然と人をつなぐ石、土、水にしました。地形地質の概要を説明いたします。主な見どころは3つあります。1つ目が非火山地域の筑波計測山塊で語るダイナミックなプレート運動の歴史、2つ目が霞ヶ浦で語る海水準変動と海蹟湖の形成史、3つ目が関東平野で語る海水準変動と平野の形成史です。それらに沿ってゾーニングをしております。まず筑波山塊について説明いたします。筑波山塊の最高峰筑波山は朝夕に山肌の色を変えることから四方と称され、急峻な双方となだらかな裾野を有しており、関東平野の広範囲からその美しい山容を望むことができます。この独特の山容の理由はその成り立ちから理解することができます。具体的には筑波山の山頂から中腹にかけては寒冷岩が、中腹から山麓にかけては花崗岩が分布しています。それぞれ約7500万年前および約6000万年前の地下深部でのマグマの生成・貫入によって形成され、それらが隆起し浸食されたものです。寒冷岩は多方向に割れ目が発達しやすい性質があります。筑波山の急峻な双方と山頂近くの巨石や奇岩の形成にはこの性質が関係しています。一方花崗岩は深部まで風化してマサという崩れやすい状態になり、集中豪雨などの際には土石流を引き起こすことがあります。筑波山の広い裾野は主に過去の土石流による堆積物が作り出したものです。筑波山塊の北側、計測山塊は中生代の山水層群と呼ばれる海溝底付近で形成された砂岩や泥岩とそれらの護層、海洋プレート上の深海底でできたチャート、そして海山上の浅い海底でできた石灰岩などの堆積岩類からなります。これらの岩石は約2億5000万年前から1億5000万年前のユーラシア大陸東縁への海洋プレートの移動と沈み込み及び付加帯の形成の歴史を語るものです。霞ヶ浦と関東平野について説明いたします。約12万年前には筑波山麓まで古東京湾が広がっていました。約2万年前には海水準が低下し、古鬼怒川が河口部に深い谷を刻み、現在の霞ヶ浦の基礎となる地形を形成しました。約2万年前以降、古鬼怒川の流路は西側に移動し、筑波山南西麓には広い流路、氾濫源跡と現在の桜川が残りました。約6500年前の縄文海進期には現在の霞ヶ浦沿岸よりも内陸部まで海が入り込んでいました。当時の海岸線付近には貝塚が多数残されており、人々の生活の様子がうかがえます。縄文海進期以降、霞ヶ浦は海の入り江から汽水湖、そして淡水湖へと姿を変えていき、現在の風光明媚な風土と景観をもたらしました。このような大地の変化は生態系や人々の暮らしを変化させてきました。筑波山地域には南方系と北方系の動植物が混成し、多くの希少種や固有種を含む、育む豊かな生態系が広がっています。特に筑波山などの山頂付近に分布するブナ林は最終氷期の生き残りと言われており、また中腹付近に分布するスダジイ林は縄文海進期に海岸線が現在の霞ヶ浦沿岸よりも内陸部まで迫っていたことの名残であると考えられています。なお本地域の広い範囲が特定公園などに指定されております。
次に歴史文化について説明いたします。筑波山はその美しい山容から豊穣と繁栄の象徴とされ、古くから山岳信仰の対象となってきました。二つの峰は寄り添う男女に見立てられ、北地の国不動記、万葉集、名所江戸百景などで数多く取り上げられています。本地域の山容は地形、地質に深く結びついています。筑波山海での花崗岩は日本銀行などの日本を代表する近代建築や真壁石灯籠などの工芸品の発展をもたらしました。またこの花崗岩が風化してできた粘土は伝統的工芸品である笠間焼に用いられています。霞ヶ浦の水運と浅瀬を往来できる高瀬舟は本地域の米や大豆を原料とする酒、醤油などの産業を発展させました。また高瀬舟と船の原理を組み合わせた帆引き船は明治以降の沿岸漁民の漁法を変え、佃煮などの水産業の発展をもたらしました。筑波山地域ではこれらの内容を整理した7つのジオストーリーと26のジオサイトを設定しております。運営組織について説明いたします。推進協議会は総会に加え、教育学術部会、市民活動部会、地域振興部会の3部会で構成され、市民活動クラブやサポーターズクラブ、その他関係機関等々も連携し、幅広い活動を行っています。2年前の日本ジオパーク認定の見送り時に課題とされた協議会総会メンバーへの民間団体の取り入れについては、部会長3名、民間の方12名を加え、ボトムアップ体制を構築しているところです。事務局体制については、つくば市を事務局本部、他の5市を事務局支部として明確に位置づけ、部会運営等役割分担を行って取り組んでいるところです。主な活動内容ですが、まず保全活動として、教育学術部会のメンバーを中心に保全すべき事業サイトの選定とその調査研究を行い、県立自然博物館や市の教育委員会等と連携して文化財等の現状調査や市長の保存作業などにも取り組みました。市民団体や企業が主催する清掃登山や食事イベントなどにも積極的に参加しています。教育活動として小中学校での出前授業を行いました。これらの授業は野外活動と連動させ、より効果的になるように努めました。また新たに国立環境研究所や国土地理院などの研究機関との連携を図り、環境保全や防災に関する講演会を開催し、一般市民向けの活動にも取り組みました。普及啓発活動として、昨年度は市民向けのつくじおカフェを計12回、ジオキッズセミナールを計4回、公民館講座を計106回開催しました。また筑波研究学園都市の研究教育機関向けの雑誌への寄稿、地域の歴史文化と関連付けたジオパンフの作成、郷土資料館での企画展の開催などにも取り組んでおります。観光振興活動として、ジオツアーやジオガイド養成講座、ジオ産品開発のマッチングを目的とした展示会への出展、市民主体型のワークショップ、ウィキペディアでのジオサイト関連ページを作成するワークショップなどを開催しました。特にジオツアーについては昨年23回開催し、旅行業者主体のジオツアーに加え、外国人向けジオツアー、視覚障害者向けのジオツアーなど、インバウンド対策、ユニバーサルデザインを意識したジオツアーも開催しました。また本地域が目指すみんなに愛される地域づくりの実現のため、5つの目標を含む5年間のアクションプランを作成いたしました。それでは高田さんにバトンタッチします。2つのプラス市民活動を紹介したいと思います。まず1つは、ジオに触れる機会の提供として、筑波山研究学園都市の外国人を対象に筑波山梅林ジオツアーを実施、土石流による寒冷岩の大きな石が転がっている山麓緩斜面、まさかした花崗岩、筑波山の成り立ちなどをオールイングして、彼らに伝えると、彼らはジオに興味を示し喜んでくれました。次に、ジオパークを考える場の提供として、土浦市民をジオパークと持続可能な社会づくりのワークショップを文化庁の柴田さんの指導のもと開催、眼下に桜川低地と霞ヶ浦を眺望できる旭峠展望公園でのアイスブレイクの写真です。
地域住民がジオパークをどのように活用してどのような地域を作りたいのかを考える学び合いの場となりました。4つの行動指針、学ぶ、伝える、守る、つなげるのもと、多様な人々と連携協働することが将来必ず持続可能な地域の活性化につながる、これがこの私たちの熱い思いがジオパークの推進の原動力です。それでは市原会長に代わります。協議会の会長をしておりますつくば市長の市原でございます。まずご挨拶の前に、先に発生いたしました阿蘇熊本の地震に関しまして、本当に被災された皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、同じ、仲間として、これらの地域に関して何かできることはないか、最大限の支援をしていきたいというふうに心から感じているところでございます。2年前に私どもはこの申請に関して見送りという結果をいただきました。その時いただいたご意見やさまざまな課題に関してこの2年間本当に真摯に向き合いながらボトムアップ体制を確立し、そして6市が一致団結して、そして市民、そして各研究機関などと一緒になりまして、これらの課題解決に向けて努力をしてまいりました。これからも私どもはこのジオパークを通してみんなに愛される地域づくり、これを目指していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは質問を受け付けます。